NC は、ホンダ技研工業が製造販売しているオートバイである。NC700SNC700X インテグラ NC700X サロンデラモート2011参考出品車、NC700S サロンデラモート2011参考出品車 S のラゲッジスペースと燃料体育動車が大型自動二輪車について世界的規模で市場調査を行ったところ多くは、 時速 140km 以下で走行し、エンジン回転は 6000rpm 以下を常用するという結果を見た。そこで、市街地走行やツーリングなどの常用域で扱いやすい、快適で味わい深く燃費性能に優れた、ミドルクラス、求めやすい価格で提供をといった思想に重点を置いた、ニューミットコンセプトを打ち立て開発された。2011年10月に、 欧州で NC700SNC700X インテグラの姉妹車として発表。同年12月の第42回東京モーターショーに市販予定者として日本国内で発表。さらには北米でも発売される世界戦略車である。エンジンや車体構造はほぼ同一とし大幅なコストダウンを実現させながら外装、ブレーキとランスミッションサスペンションの組み合わせで多彩な バリエーションの設定を可能としたオートバイである。この結果以下の4タイプがラインナップされた。フレームは材料のスチールをインド製とし日本国内で加工するダイヤモンド型で容量14リットルの燃料タンクはシート下に配置する。通常は燃料タンクの位置に SX ではフルフェイスヘルメットも収納できるラゲッジスペースが設置された。サスペンションは 前輪がテレスコピック、後輪がプロリンク式スイングアームを採用する。ただし各モデルごとのチューニングはストローク量変化で対応させる。ブレーキは前後ともシングルディスクブレーキを搭載するが、前輪は直径 320mm の大口径ローターにより制動力を確保する。後輪用ローターは前輪用ローターを打ち抜いた残余から製造される。 XS に設定される6足、マニュアルトランスミッション搭載車は ABS 仕様もオプションで選択できるが、セミオートマチックトランスミッションのデュアルクラッチトランスミッション搭載車は ABS を標準装備する。当初開発された RC61E 型水冷4バルブサイチェシー4ストローク前傾62度パラレルツインガソリンエンジンは、 電子制御式燃料噴射装置による燃料供給を行い、ボア 73mMX ストローク 80mm から排気量は 669cc。最高出力 37kW 6250rpm、最大トルク 61nm 4750rpm、最大許容回転数 6400rpm のスペックは、 オートバイ用としては、異例となる、中低速トルク重視の低中回転型エンジンで、以下の特徴がある。これらの結果として燃費は、大型自動二輪車としては、異例の時速 60km 低地走行テスト値で 41.5kmL を達成する。本校では、排気量ごとに分けて解説を行う。当初開発された。 総排気量 669cc の RC61E 型エンジンを搭載するモデル。ボディ形状、トランスミッション ABS など、装備の際で以下のバリエーションが設定された。なお、本モデルの ABS は前後連動を組み合わせたコンバインド ABS である。NC700X2012 年2月17日。 発表、同月24日発売。車両形式 EBL RC63 のクロスオーバータイプ。同年6月7日、発表、同月14日発売で DCT 搭載モデルが追加された。アメリカ合衆国向け仕様は国内向け仕様が、後日の750シリーズ変更後も2015年モデルが生産されている。 NC700X タイプ LD2012 年6月7日発表同月14日発売 NC700X 発表後に足付け性改善の声が多く届いたことから追加された日本限定の派生モデルサスペンションストロークを短縮し最低地上高を 165mm140mm に低下させたことで ホイールベース 1540mm1525mm 15、mm、シート高 830mm800mm へ低下した。2013年7月19日には同年8月23日に DCT モデル150台限定でカムフラージュグリーン特別塗装車を発売することが発表された。NC700S2012 年4月17日発表。 同月24日発売。車両形式 EBL RC61 のネイキッドタイプ。X からは前後サスペンションストローク量の短縮。シート高を 830mm、790mm へ低下させ足付け性を改善。フロントカウルの非採用、点火時期変更などが行われた。同年6月7日発表、14日発売で。 DCT 搭載モデルが追加された。インテグラ2012年4月17日発表、同月24日発売。NC700D のコードネームを持つ車両形式 EBL RC62。スクータールックで同社では、スクーティングモーターサイクルと呼称する。NC シリーズ発売後には、2008年に生産終了した。 RC42 型 CB750 大型自動二輪、教習使用者の代替として、NC シリーズを投入することが決定されたが、搭載されるエンジンは、道路交通法施行規則第24条6により大型自動二輪教習車は、排気量が0.7リットル以上と規定されることから、 RC61E 型エンジンのボアを 73.0mm、77.0mm として排気量を 745cc に拡大した RC67E 型エンジンを搭載する NC750 リットルが2013年に開発された。さらに2014年には従来からラインナップされていた排気量 669cc の NC700。 シリーズも RC67E 型エンジンをベースに、下、RC70E 型エンジンを搭載する NC750 シリーズにモデルチェンジを実施した。NC750 リットル2013年3月、発表。車両形式 EBLRC67、NC700S 通常仕様をベースに、以下の設計変更がされた。なお、一般行動での走行は、10類などで、 保安基準に適合しない部品があるため当該部品の撤去など改造を施行した上での登録が必要になる。2014年モデル種として搭載エンジンを上述の NC750 リットル同様の排気量 745cc へ拡大した RC70E 型に変更したモデルチェンジである。 2014年モデル NC750XNC750S2013 年11月4日にミラノショーで発表され同月22日から開催された第43回東京モーターショーでは市販予定者として一般公開日本国内では2014年1月14日に正式発表され SX が同月24日に インテグラが同年2月7日に発売された。RC70E 型エンジンは RC61E 型から見て以下の相違点がある。シリーズラインアップは従来からの SXX タイプルドインテグラをそのまま継承するが形式名を以下に変更。また以下の仕様変更が実施された。さらに同年4月14日発表同月21日発売で。 ETC 車載機並びにグリップヒーターを標準装備とした E パッケージをインテグラ並びに SX の DCT 搭載車のみに受注生産で追加。2015年2月12日発表、同月24日発売で NC750SABS 非装着車のみに200台限定で特別カラーが追加された。2016年モデル2016年1月25日、 発表 NC750XNC750S のみに実施されたモデルチェンジである以下全社共通単独の変更点についての解説を行う2016年1月28日発売形式名に BLRC902016 年2月19日発売形式名に BLRC88 2018年モデル2018年3月15日発表同年4月20日発売で NC750X を対象に以下のマイナーチェンジを実施2018年4月15日発表同月20日発売で NC750S を対象に以下のマイナーチェンジを実施2021年モデル2021年1月22日発表 同年2月25日発売でフルモデルチェンジとなる。形式名は 8BLRH09。価格は MT モデルが92万4千円。DCT モデルが99万円。以上4モデルはフレームエンジン等の基本コンポーネンツを共用する姉妹車。以下はすべてホンダ技研工業公式 HP。ありがとうございます。